こんにちは、ギター講師の副島です。今回なんですけど、今すぐ見れる震えるほど感動する世界の名演動画5選紹介したいと思います。皆さん日々 YouTube とかでいろんな動画見てると思います。なんか最近はね、ミュージシャン同士であの動画見たみたいな会話もね増えましたよね。そんな中でもう何年もお決まりのアーティストしか聞いてない、マンネリしてしまった音楽ライフに圧倒的な刺激が欲しい、そもそもはっきりこのアーティストが好きだっていう人がいない、コロナでライブに行けなくなってストレスが半端ない、いろんな人がいると思います。なので今回は、僕とね素晴らしい動画を共有してね、心の底から盛り上がりましょう。僕が実際に見てきた中でも特にねこれは良かったなと思ってる、もうね世界中の名演動画から5つね苦しかったんですけど選んできました。でこの動画では助っ人としてね、キーボーディストの歌の吉高くんに入ってもらって、僕たちの再現演奏みたいなね、はい、ものを交えながら皆さんに動画の魅力をね伝えていこうと思います。歌のくんよろしくお願いします。お願いします。最初のね動画はもうね、これ本当に YouTube の名動画といえばこれみたいなやつなんだけど、ね、スナーキーパピーとレイラ・ハサウェイによるサムシング、もうこれもうねやばいよね。やばいっすね。毎日見るぐらいもやばいっす。毎日見たい、毎日見たい、まずなんかこのサムシングってレイラ・ハサウェイのまあ有名な曲なんだけど、はい、これをスナーキーパピーがね鬼アレンジして、鬼アレンジしてアレンジしてすごいよねこのアレンジ、もう原曲だけはすごいかっこいいのに、うんうんうん、スナーキーパピーが奏でるサウンドがね、やばいんですよ。スナーキーパピーの曲みたいになってるもん、ね、本当にすごいよね、後ろで普通にコーリー・ヘンリーがいたりとか、本当にやばいです本当にドリームメンバーみたいな、ドリームメンバーですね。なんか特に最近 R&B シンガーの中で、はい、レイラ・ハサウェイめっちゃ聴いてて、なんかもうこんなもうなんでしょう、天国みたいな気持ちになるというか、確かに歌声がすごすぎて、この動画の中でもあるけど、まあ、有名なシーンとしてそのレイラ・ハサウェイが一人で2声出すっていうね、はい、ハモリを出して、しかもそのハモリの度数をこう変えるみたいな、変える、そういうなんか超人離れしたなんか声、喉みたいなのが割とこう注目されがちなんだけど、はい、普通になんかレイラ・ハサウェイのライブとか聞くともうめっちゃ良すぎて、めちゃめちゃ歌がもうやばい、ね、やばいよね、はい、でもメロディーもやばいし、なんかスキャットにいた時のあの自由さもやばい、はい、半音上に行ったりする。そうなんですよ。フレーズが本当歌えるフレーズよりかもう本当楽器みたいな。そう、ね、とんでもないヒット感でいるよね。ぜひね皆さんにもこれ聞いてほしいなと思います。名シーン。名シーン。やっぱもうレイラ・ハサウェイ。やっぱ最初聞いたらここ俺から入るんじゃないですかね。そう。おで次なんですよ。次もう本当。みんなヤバすぎて演奏やめちゃうっていう。はい、今回の動画ね、もう先に言っとくんですけど、ずっとこんな感じです。はい、もう終始ね、こういう絵面が繰り広げられるので、まあ、閲覧注意ということで、もうそれでもいい方だけこの先に進んでください。はい。続いてはタイニーデスクコンサートっていうね YouTube チャンネルに出ているトム・ミッシュの映像なんですけど、はい、もう最高ですね。最高ですね。ちょっとさっきの再現が楽しすぎて、はい、あと8周ぐらいは行きたかったね。もうずーっとやりたかったです。なんかタイニーデスクコンサートっていうのがなんかこういう絵面、その動画の絵面ちょっと知ってる方も多いと思うんですけど、本棚みたいなところでやってるって、なんかアメリカのラジオ局のオフィスで多分演奏してるみたいなやつなんですけど、なんか多分そういう状況もあってか、あんまり爆音が鳴らせないコンサートみたいな、うんうん、ドラムとかもすごいちっちゃなキットでやってるし、ね、アコースティックとかも多いっていうか、ね、はい、僕の中ではその新しい音楽を発見するなんかチャンネルの一つ、あ、わかります、ね、僕も、ね、そうですそうです、タイニーデスク見たみたいになる、はい、なります、だからあのこのアーティストすごいおすすめですみたいな、はい、でタイニーデスクもあるのでこの URL もみたいな感じで送られてくることがよくあるというか、はい、タイニーデスクはぜひなんか見てほしいなと思います、はい、なんかさらにトム・ミッシュ大好きで、まあ、このね後ろにもねトム・ミッシュのレコード飾ってますけど、そんな中でもトム・ミッシュのね数あるライブ映像の中でも特にいいなと思ってて、はい、なんかタイニーデスクでその大音量を出さない、うん、こうちょっとこうちっちゃめの音でやるからこそ、トム・ミッシュの曲にめちゃくちゃ合ってるし、あ、確かに、ね、かっこいいよね、最初の冒頭のこの曲のリフとかもね、もう本当にかっこいいですよ ね、すごいいいし、なんかなんだろうね、自然体というか、はい、編曲の雰囲気はその小音量のライブだからあんまり崩れてないんだけど、はい、でも一応人がやってるからこうちょっとこう展開があったりフィルインが入ったりとかして、はい、そのかっこいいです、
当に本当にこれぜひあのトムミッシュを副島がよく言ってるから聞いてみたいなと思ってる人はぜひねこのタイニーデスクから聞いてみてください。はい、じゃあ続いては FKJ がこの来日公演の際に東京にあるレッドブルスタジオに寄ってパッとね演奏したものを iPhone で収めてるこのライブ動画、概要欄見るとなんかその分かるんだけど、なんか日本のツアーの時に立ち寄りましたみたいなこと書いてあって、はい、本当にそのライブ感が伝わるというか、はい、天才すぎて天才ですよね本当にすごいセンスの塊です、ね、すごいよね、はい、FKJ はね知らないっていう方多いと思うんですけど、もう希代のマルチプレイヤーというか、うん、もうまさにこの現代の天才みたいな感じで、まずそのマルチプレイヤーぶりがすごいっていうね特筆すべき点として、はい、まずピアノもちろん弾ける、でベース弾ける、でギター弾ける、そしてサックスが吹けるっていうねマルチすぎるサックス来たみたいな、すごい、でしかも、歌も歌えて、はい、でこれらをすべて YouTube で独学したらしい。そうなんですか。そう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 、なんかあのインタビューとか読んだ時に、はい、YouTube にたくさん先生はいるからねみたいな感じで言ってて、なるほど、まさかの YouTube 世代って、確かに確かに、僕と年が結構近いみたいな感じなんですよ、20代みたいな、でもあまりにもちょっと天才すぎて、確かに才能の量に圧倒されてる確かにそうですねで今の再現の僕たちの演奏ではキーボードとギターで弾いてましたけど、はい、これを実際は FKJ が即興でその場で音を重ねながら、ね、はい、そうです、ルーパーですね、そう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 、でもベースをループさせたりとか、ね、ピアノループさせたりとか、はい、で最後はサックスをわーって吹いてみたいな、ね、で全てをこうボリュームを落としながら、はい、スッてここのねアップライトピアノに行くのかっこいいよね、はい、いや本当かっこいいですよねでもなんかお手本のようなルーパーの使い方、ね、お手本だよね、はい、本当に本当にすごい、ぜひ皆さん見てください。続いてはこのトロントでね行われたジェイコブ・コリアのライブに最後にねなんとダニエル・シーザーが飛び入り参加するとい う, もう最高の動画、こうですね。歌野くんといえばジェイコブ・コリアすごい好きだよね。もう僕大好きですもうなんか今の時代を代表する天才ピアニストっていう感じだよね。はい、はい、もう確かにグラミーも何回も取ってるし、はい、ハービー・ハンコクと対談したりしてるもんね。もうやばいですよね。しかも僕と同じ年なんですよ。マジで？そうなんですよ。おー音楽学校には行ってたんですけど、ほとんどもう全部独学、はいはいはい、知識とあとその技術も独学らしくて、なんかジェイコブ・コリアとかいつも YouTube でやってる僕のロジック画面を解説しますみたいな、はい、ありますね、面白いよね、はい、あまりにも音を重ねすぎて、はい、なんかトラックが600個ぐらいそう、めちゃめちゃあるんですよでもその場でスーッとバババって、最初あのなんすかね、歌、うんうん、歌は全部あの母校だかと思ったんですよ、僕もう一音一音ちゃんと音とって歌ってるんですよ、ね、そう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 、すごいさ、なんかアルトな歌声で、はい、素敵だよね、低くてね、でそのパソコンがめっちゃ落ちるっていうね、そうなんですよそれは落ちますね、そう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 、マシンスペック追いついてないです、何回もライブ配信しに落ちる、あれだみたいな、ジェイコブの才能にもう、あ、そうそう、追いつけなくなってきた、それ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 そうだね、それでいて、まあ、ダニエル・シーザーっていうのはこのベストパートっていうね、さっき僕が弾いた、はい、本来ハーっていうね女性のシンガーとのコラボの楽曲なんだけど、はい、これを今回ジェイコブ・コリアとやってるライブ映像で、なんかこのダニエル・シーザーがそれこそカナダのアーティストでトロントでライブをしていて、なんか地元の人たちからするともう嬉しすぎるサプライズみたいな感じで、はい、そのなんか会場のダニエル・シーザーが登場した時の熱気がやばいよね。やばいですね。やばいですね。やばいよね。でもめちゃめちゃわかるみたいな。そう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 。わかる。俺も多分その場にいたらああなってた。ああなってますね。なんかその今コロナでちょっとライブから遠ざかっちゃってるから、まあ今だからこそ見て、はい、あのライブ空間のなんかね、熱狂を思い出したいみたいな。そんな動画です。ぜひ皆さん見てください。で最後の動画はマイケル・ランドーというねギタリストによる、はい、もうね至極の
ブルースプレイの動画になりますと。なんかマイケル・ランドってね、あまり僕のチャンネルで取り上げることは少ないんですけど、実はすごく僕好きなギタリストで、ライブにも何回も足を運んでるんですけど、なんかとにかくギターのトーンコントロールがもう神の領域に達しちゃった人っていう感じで、もう今まで紹介したアーティストとはもう全然年代も違って、それこそこう80年代とか、ああいうなんか黄金のスタジオ時代とかをこう生き残った人みたいな、トトのスティーブ・ルカサーと同じ高校の人みたいな、後輩みたいななんかそういう人なんだけど、なんかマイケル・ランドはなんかストラトをね、まあ、使って、このギターとはちょっと違うんだけど、こういうボリュームノブとかさ、トーンノブとかあったりするじゃん、なんかこの例えばこうチョーキングをした時に、チョーキングの音のピークとこの音のピークをこう、合わせたりするんです、すごい、そう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 、この圧倒的な表現力。なんか例えば、こっちのピックアップを選択すると音が丸くて、こっちだと音が硬くなるっていうギターあるんだけど、はい、これを例えばこう、とかやると倍音がファッと出たりする。わお、なんかこういうのを神はやるんですよ。なるほどなるほど。僕はあんまりプレイはやんないんだけど、はい、結構なんかそういうプレイした人もいるかな。すごいよね。だからここでさ、はいみたいな。かっこいい。すごいよね。なんかそういう、なんかギターの、なんでしょうね、このライブ感あふれる。はい、スマホで撮ってるっぽくて、だからこそ、なんかライブ感が伝わる。まあ、確かに確かに確かに。やばくないっす、あの、ギター。やばいっす。もうやばいっすよね、本当に。もしセッションで出くわしたとしたら、もうとんでもないよ、ね、もう、もうずっと聴いてきたい。もうバッキングがもう。ただただ圧倒されるっていうね。いやぜひ皆さんこの熱いギター聴いてみてください。いやね、もうどの動画もほんと最高最高です、ね、ただただ楽しい撮影だったよね。ほんとに今回は楽しかったです。こういうなんかトーク楽しいよねっていう、はい、まあこれ一つ伝えたいメッセージです。でそして、まあ、さらにね、皆さんに伝えたいメッセージとしては、新しいね音楽を聴いてみようっていうこと。この新しい音楽に触れた時のワクワク感って結構何物にも代え難いというか、めっちゃなんか練習のモチベーションになると思うんですよね。なんかちょっとお決まりのアーティストの動画しか見てないっていうか、まあ、いつも夜こう晩酌しながら、あのお決まりの動画しか見てないな俺っていう方は、ぜひなんか今日のやつなんか動画を見てみてほしいです。そしてね、もう一個がね、この僕のチャンネルの勝者特に伝えたいんだけど、ギター以外の動画も見ようっていうことで、今回の動画って結構ピアノっぽいね、はい、アンサンブルだったりとかっていうのが多かったんですけど、あんまりそういうのを聞かないっていう人が多いんですよ、ショーシさんとかだと。でも宇多野くんとかもめっちゃギター好きじゃん。めっちゃ好きです ね。で僕もなんかピアノの人がジェイコブ・コリアとかめちゃくちゃ好きだし、なんかそういう幅の広さもまた大事なのかなと思うので、はい、好きなやつが見つかったらね、ぜひコメントで教えてください。でまたね、この動画おすすめだよっていうのがあれば、それもねコメントでぜひ僕たちに教えてください。宇多野くんとは、まあ、人気のあのコード進行紹介シリーズっていうのがあるので、はい、まあ、今回の動画を見てね、こういう世界もっと深く知りたいなと思った方はぜひそちらの動画をチェックしてみてください。さらにね、もっともっと知りたいぞという方はレッスンがおすすめです。でコードのねレッスン、専門的に宇多野くんに習いたいっていう方はまず彼のね YouTube チャンネル見てみてください。いろんなね鍵盤の動画、コードのね動画とか、おすすめキーボリストの動画、そういったものが上がってます。僕のレッスンはオンラインサロンという形でやっていて、月2回のレッスンとか、まあ、演奏動画の添削っていうのをやってます。でいきなり有料のレッスンハードル高いよって方は、無料のメールマガジンとかもあるので、そちらもぜひ登録してみてください。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。またねー。動画を最後までご覧いただきありがとうございます。この度僕の教則本ネオソウルギター入門がリットミュージックさんより2021年1月18日に発売されることになりました。すでに Amazon で予約が可能で、ありがたいことに教則本チャンネルでベストセラー1位を獲得しました。ネオソウルギターをダブルストップ、コードボイシング、ジャズ要素、ニュアンス、最終課題曲という全方位からね解説した僕の5年にわたるネオソウルギター研究の集大成です。おしゃれなギターに憧れるんだけど、何からやったらいいかわからないという方はぜひね購入を検討ください。